琉球ジーザスインクの沖縄ハブティータイムラジオ始まるよさあ始まりました。 沖縄ハブティータイムということでね、今回もやっていこうと思います。い、い、配信ラジオでございますと。久しぶりにさ、撮影しすぎてさ、2人とも声が出てないよね。で、なんかチグハグで、チグングも、ちょっと恥ずかしいのもあるしね。滑舌がまず衰えてるわ。君ね、君ね。オルボルボ。ダメだ、これ。 空気もさかみ,み合ってないじゃさ <laughs> あの話の展開もね、久しぶりとてうことで、プロのスポーツ選手は、1日休んだだけで、1週間分の練習量がなくなるらしいです。 あでも言うねそれね僕ら素人なんで1か月分ぐらいなくなっちゃ一1日休んだだけだから俺ら2か月半休んでるから2年ぐらい休んでるやばいじゃんそれもうほとんど素人ですよそうっすね最初から素人なのにそうそうそうもっと素人になってさらに多いですはいはいやっていきましょうという今回のテーマは津波真一さんでございますいやー来ましたね誰だよ <laughs> いや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 、津波真一さんですよ、あの、誰津波さん、沖縄の沖縄の、当たり前じゃないですか、沖縄のことしかやりません、あそうだねラジオは。 誰が見るの何か津波真一。津一やって。ファンクラブの皆さんが。いや、俺は好きよ。津波真一さんは。はいはいはい。見ないでしょ、みんな。見ますよ。知りたいですよ。あの人、どういう人なのっていうね。あ、の、ゴーヤーの可能性割にさせていかないからな。まあ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 、前回も話した通り、あの、ミラクルシティ小座にも。ああ、存しましたね。してたということで、特別に、あの、あれ繋がりでドラムの人ですね。 知事みたいな知事みたいな知事っていうか社長ね社長みたいなね区域になった人ですさあご紹介していきましょう菅新一さん1971年7月19日生まれ血液型大型身長1 7 0おお。結構でかいですねなんと星座がカニ座おおカニっぽいもんね顔そんなことないだろそんなことないよ関係ないから 沖縄県内の結婚式で司会を多く務めることがある知人に NHK アナウンサーの、えー、武田真一さんがいるとお<う>知人にねえこの人がやってるわけじゃなくて <laughs> <laughs> NHKNHK の,のおじさんさんが結婚の司会やってるみたいじゃん <laughs> <れ>いやいやいやそんなことない<う>知人に武田真一さんがいるということです、ね、ああ,あの人できな <laughs> いよできるわできるわ <laughs> 達者だわあの人達者だけどさ俳優や演出家ラジオ DJ などマルチロック えー、マルチローカルタレントで話すとうそう,、ね、そういろいろやってますね、うん、主に沖縄県を中心に活動する、うんえー、沖縄県島尻郡佐敷町出身、うん、沖縄県内ではしんちゃんの愛称で親しまれていますと、ねうん、で、えー、沖縄本島南部の方言で話すということです佐敷町って南部なの <laughs> なのかな、うん、今南城市みたいですねじゃあ南部かはい、はい えー、町立佐式小学校、うん、町立佐式中学校を経て、うん、沖,縄県沖縄県立知念高等学校を卒業知念、うん、高等学校ってことはこの人頭いいよまあそれはそうでしょこんだけご活躍してんだからさいやそう分かんないでするわけど <laughs> <laughs> まあその後に、うんえー、19歳の時に地元のお笑い集団松竹、うんえー、歌劇団の有名だよ、ね、一員として6年ほど活動していたと、うんうん、あ じゃあもうないんだ松竹歌劇団っていうのはええ抜けただけですしんちゃんがねしんちゃんが津和しんさんがねでこの間に近畿大学富岡短期大学通信教育部幼児教育学科を卒業したこの人じゃ頑張り屋さんなんだすごいねすごいそね劇団にも入りつつ通信でね 通信大学学のを卒業すごいなすごい頑張り屋さんですね頑張り屋さん努力かっていう頑張り屋さんっても子供か幼児教育学科に引っ張られちゃったわでえっと芸能活動を始めたきっかけは高校生の時に泉弥生や勇力屋も所属していた勇力屋ね勇力屋も所属していた松竹歌劇団のコント部 コント物産展をよく見に行っていて、うん、その時に役者になりたいと思ったお笑いじゃないから <laughs> <laughs> 確かに確かに役者でもあるからね,あそうねまあまあまあそうじゃないですか、うん。 1995年に松竹歌劇団を団体したと6年間を経てねで独立し地元の佐敷に戻った後青年会連合会の立ち上げメンバーとして2年間ほど佐敷町青年会の会長を務めていましてねすごいですね地元愛が強いんだよ強いっすねやっぱ1998年には佐敷町民劇団賞味期限を立ち上げ座長を務めますと自分でね あーーで賞味期限来たから辞めたと。いやいや待て待て待て待違う。辞 <laughs> <laughs> めたというか、この人が立ち上げたからね。はいうん、で、えー、この時ラ,ラジオパーソナリティや映画出演などを経験し、さらに活動の幅は広かったとのことです。2006年に演劇集団、チームプロジェクト、プロえ、チームスポットジャムル、ジャブル、ジャンブル、ジャンブル、うん、を旗揚げして、うん、現在は、ジャンブルじゃなくて、ジャンブルですね。 主催を務めているということでね。すごいね。エネルギッシュな方ですね。すごいな。で、チームスポーツジャンブルは、チームスポットジャンブルはいいよ。略してジャンブルでいいよ。演劇エンターテインメントの制作と発展を目指す劇団で、歌手やダンサー、モデルなどさまざまなメンバーが所属して在籍してすごいんだね。だったら。はい。 沖縄県内のいろいろなイベントに出演している豚のかぶり物をした3人グループの歌手部品も劇団メンバーであるとうまい何がだだうまくねという感じですね津波真一さんね津波真一さんといえばもう俺強烈に覚えてるのがねはい子供の時に子供の時でも小学生ぐらいかだから8歳ぐらいだからちょうど20歳ぐらいだったってことか津波さんがね なるほどなるほど松竹歌劇団のねお笑いポーポーっていうのがあったのよ深夜番組で伝説のお笑いねうんはいはいはいあれしょっちゅう見てさあれの中でツアさんがニュースキャスターをやるっつってさ「ニュースの時間です」みたいな「はい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 はーはい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 ははは だっったわけさ超笑すごい面白かった川内先生ともそうだねユニットというかねコンビを組むっていうかあれんか確かね劇団のメンバーというかまああの泉なんちゃらでしたっけ泉や弥生とか出るだろ普通泉まで出るんだったらあの弥生とかセットになってたわけじゃん周りがんかコンビとかでもソロで2人でやってたからなんかなんとなくコンビ になってたらしいあコンビじゃないんだじゃないらしいですあだから解散とかでもないってことかそう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 だからんか一緒にやってないからさ今ああ。解散したのかなと思ってたらそもそも組んでないんだね自然とんかそんな感じになってたみたいな沖縄っぽいねいいですねいいですねそんな感じですかねすごいっすね演技もよかったしねお達者でねちょっとやっぱ太ったね まあまあまあ、もう年ですか。20年ぶりぐらいに見たけど、年ですよ、ないからね。あと50歳ぐらいだから、あ、そっかそっか、若いんだね、若い、若い、若い、すごいね。ってことは、川口先生もさ、あの当時、二十歳ぐらいだったってことでしょ、多分まあ、同期かどうかは分かんないけどね、そんなぐらいだよね、あの時からあのおじさんだったんだ。ああ、見たんですね。俺、てっきりは50歳ぐらいのおじさんと思った俺も、俺も、俺も、そんな若いとは思わなかったね。知られませんでしたね。さて、はい。 さてここでクイズです、うん、いいですか<う>質問でございます、はいはい、津波さんは、うん、とあるインタビューで、うん、当時松竹、えー、歌劇団に入り、うん、個性的なメンバーと会いいろいろな生涯を受けたということで<う>自分分がいかかにのの中の数か分かったそうですはい、はい、そして松竹、えー、歌劇団に入る前の自分を皮肉な故障で例えました なんと例えたでしょうか。皮肉な故障。はい。いろんな方変わらず沖縄っぽくしろってことでしょ。沖縄っぽくっていうか、まあ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 、自分その当時のね。うん。あ、しきにいたと、時の当時の自分。のことを、調子乗ってたなみたいな。感じですよね、要はね。うん。それをなんと例えたか。さあ。答えろよ、んで多いいからよ。いやだ、沖縄のものでしょ、だから。 何ですか？沖縄のものでしょ？どうすかね？そういうスクリールに出すってことはさそうなんすかね。<laughs> ヒントくれよ。<laughs> ヒントでは沖縄のものではありません。えー、沖縄のものじゃない。はい、でも当時流行ってた。有名人というか、それをちょっと使ってますね。名称というか。あ<ー>うん はははいいい、その当時流行ってた30年ぐらい前ってことだよねそうですかねはいはい俺はまるで彦摩呂だどういうこと彦摩呂さん売れてたのよ当時俳優としてははいい芸人なのにははいいだからそれを皮肉って誇張したわけでしょヒント芸人何が芸人それ芸人ではないあないんだ俺森脇健児っていうとこあった誰でしょうか芸人じゃない その皮肉った故障それを言うとさ例えばさ、はい、あの誰でもいいんだけどバッていったことによってさ、はい、腑に落ちるのこっちはああうまいみたいなうまいかどうかは別にしますね <laughs> <laughs> それは個人的観点で言ってくださいよ<ー>感想はねあの30年前、はい、俺がちょうどああじゃああれか俺はまるで山田邦子だったな 違うっすね山田邦子あの時すごかったよいやそそれが別に正解じゃないからね凄かったからいいみたいないいよもう答え教えてよ言いますよなんと言ったか諏訪審議員さんは佐敷で生まれ育った田舎のプレスリーだねいやよくわかんないんだけどそれ説明があるんでしょでもそれいやないっすよそう故しましたいやわかんないよ プレスリーってすごいじゃん <laughs> 津賀慎一さんファンなら分かると思ったんだけどな <laughs> ファンじゃないし <laughs> 好きだったけど <laughs>、まあ、田舎者のプレスリーってことでしょそう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 田舎ではちょっと人気あったんだけどみたいなねそう浮かれてたと<ー>自分がね都会のプレスリーじゃなかったわけで、はい、そうだそうそれはまあまあそうだねうんっていう感じのことを言ったみたいですねはいはいはいだからもっと次へ次への人なのかね あかもしれないですねか何かあったかいやそれは考えない方がいいよだいぶ忙しかったみたいですからね当時はそうだよねかなり稼いでたんじゃないあの時そう大人気だったからね大人気だったよねんだっけな何とかっていう劇場があるんですけどよくそこでやってたらしいですけど300名立ち見も入ってええ一人で一人じゃないその神先生と劇団の劇団でね劇団超人気あったもんね人気ですねだってテレビ持ってるんだもん 沖縄テレビでね番組持ってたぐらいだからさあそうねそれぐらいだから爆発的な人気があっあ忙しいですよねそれで下っ端で入ってんだからさそうだねでもなんか人気はうなぎ登りだったもんねまあねまあいいっすね今後もちょっとねチームスポットジャンブルのね動向はちょっと聞いてもねすかだから沖縄に帰ったりしたらちょっと見に行ってみたいよね公園とかもちょいちょいやってるみたいですからね見に行きたいねやっぱそういうのはねやっぱそういう勉強でねそうっすね いやいいはいい、うん、もし機会があればね、うん、皆さんもちょっと沖縄に行った際は気にしてみてもいいかもしれませんね、うんうん、いいかもしれないよ、はい、では今回はここまでではい、はい、ではまたお会いしましょうはいおばあそうそばひとつはい お待たせねぇ。そう、おそばです。あんた若いから、それだけじゃ足りないでしょ。重ュも食べなさい。あ、ありがとうございます。手道も余ってるねぇ。あこ、手道も食べて。いやいや、そんな食えないですよ。いいから、若いんだから。これもカメ。あ <laughs>、これもカメね。すごいお腹いっぱい。ごちそうさまでした。お会見お願いします。 満足したねはいお腹はハチ切れそうですよほんといい店ですね <laughs> お客さんに満足してもらうのが嬉しいさじゃあお会計でそうきそばと4品で3800円さいやそこも金取るんかいお腹が空いたらやっぱりここ沖縄亀亀食堂お腹が空いたらまたおいでね